約束、ストーリー、小野田隆夫、出演、久世聖歌。空のどこかでひばりが鳴いている。菜の花畑の中の一本道を少女が遠ざかっていく。長い髪に赤いリボンをつけて、ちょっと少女が立ち止まる。そして右手を大きく振る。それから小鹿のワッペンのついた木綿のカバンを右手に持ち帰ると、またとことこ歩き始める。もうすぐ少女の後ろ姿は菜の花にうずもれてしまうだろう。三浦半島の高台のどこまでも畑が続く田園地帯に、その小学校はあった。学校の敷地の南の外れにある体育館の壁に寄りかかって、少年が一人、ほとんど菜の花に隠れてしまった少女の後ろ姿を見送っている。今は小学校の昼休み。さっき四次元が終わった時、少女はクラスメイト全員とさよならの握手をして早退していった。明日横浜の桜木町の小学校へ転校していくのである。でも本当は少年と少女は一週間前にもう握手していた。一週間前、夕暮れに近い小学校の校庭で、少年と少女はドッジボールを使ってキャッチボールをしていた。しばらくしてボールを投げながら少女が言った。世界で一番寂しい木があるんだよ。どこに？と少年が聞いた。ずっと遠い国に、と少女が言った。そしてボールを投げるのをやめて少年に近づいてきて言った。大きな大きな木なんだけど、その木の周りどこまで見渡しても他に一本も木はないんだって。ススキみたいな草原しかなくてね、夜になると強い風が吹いてくるの。そうするとその木は一生懸命葉音をサラサラ立てるのだけれど、帰ってくる音は何もなくて、お星様ばかり空の遠くでじっとその木を見つめているの。少女はそう言うと、少年を見ながらすっと右手を差し出した。あのね、私転校するの。まだ誰にも内緒だよ。転校したらお手紙ちょうだい。マサルくん、約束よ。握手して。ひんやりと小さいその右手は可愛い爪が揃っていた。マサルは伸びたままの自分の爪がとても恥ずかしいと思った。握手した手を上下に振りながら、少女は繰り返して言った。約束だよ。お手紙ちょうだい。図画の時間にスライドで見たルノアールの少女みたいなゆりみちゃんの大きな目がマサルをじっと見つめていた。春の夕暮れの風が吹いてきた。三十数年が過ぎた。マサルとユリミは結局会うこともなかった。それでもマサルは今も時折夢を見る。いっぱいの菜の花の中でマサルとユリミが握手している。約束だよ、とユリミが言う。
然すべてが消える。そして闇の中に大きな木が人もと誰かを呼ぶように風に外れの音を立てるのだった。